姉さん、そろそろ現実を受け入れた方がいいと思いやすが。本当にうちの娘がさらわれたんだとしたら戦争だよ。でもね、まだ死んだと決まったわけじゃない。何があっても生きろときつく言ってあるんだ。あいつは必ず帰ってくるよ。いつも忘れた頃に現れたじゃないか。スザクは無事だ。むしろ今の方が元気なくらいだ。片付いたぜ。